はい、別班です。はい、別班第3回。こっちにも行ってきます。お疲れです。お疲れです。お疲れです。皆さんグラス片手にお願いしますよ。暑い。いや、今日は暑い。8月の8月4日。4日。8月4日に生まれて、うん、まあ、あ、そっか、いや、それ7月4日です。7月4日ですね、すいません。インディペンデンスでは7月4日、トム・クルーズかっこよかったみたいな話です、ね、あの映画好き、大好きね、いいね。いや、はい、今日も日本は暑いです。暑いね、台風が来てるような感じ、うん、そうですね。の、つかの間の晴れ間、つかの間じゃないか、うん、まあ、まだ来る前だから、ね、でも数日前結構雨も降ってたから、はい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 、はい、で、またほら、数日後、うん、なんか台風が来るとか来ないとか、そうですね、そうですね。でちょっとお仕事の関係で気にされてましたもんね。仕事の関係、え、どっかいいなんか、台風気にされてなかった。あ、いや、僕の台風気にしてるのは鈴鹿の8体です。あ、そうそうそう、鈴鹿8体は、バイクのバイクの、オートバイの8体はちょっと、まあ、あの、そんなに興味ないんだよね。違うんです、違うんです、違うんです、違うの、違うの。あのね、八体はすごく、あの、毎年ドラマがあるわけですよ。うんうん、そう、前回のツール・ド・フランスと同じで。そうね、そうですね。また語る、ね、語れる、語れそう、もうちょっと語ってみる。もうちょっとやめてこ、ちょっとやめてこ、やめろ、やめろ、やめろ。あの、でもね、でもバイク乗ってますもんね。大型取ったのって何年か、結構前なんですか。大型取ったのは結構前ですね。順序的には高校生の時に大型は一発だったんですね、うん、教習で取れなかったんですよ。で、中型からは、うん、中型から下は教習所だったんですね。で、免許取れる取れない、うん、以前からバイクが好きだったので、うんうん、当時やっぱりそのモータースポーツみたいなところがブームというか、うん、テレビ番組があったりとか、うん、ヤマハオン&オフとか、うん、ドゥースポーツとか、これ結構モータースポーツの番組が結構あったんですよ、子供の頃に。で、それを見てこれガードナーとかっていう、ああ、そうですね。で、ね、80年代のその WGP ブームみたいなのがあったりとかして、高校生の時にやっぱオートバイがいい、うん、好きだなってなったので、まあ、ゲンチャリ取り行きましたよ、うん、初め、うん、でもさ、ゲンチャリの試験に受けに行ったんですけど、まあ、落ちたわけですよ。ああ、なるほど、うん、で、そこでちょっと起点を聞かせて、これを何回受けに行ったらよりも、もう教習所通って勉強しようと、ちゃんと、うん、で、うん、高校生の時に中型の免許を取ってからが、うんうん、オートバイ教習所行って、うんうん、からがオートバイ人生の始まりですね。なるほど。高校2年生ぐらいに行ったわ。僕と同じぐらいかな。僕も高校2年で中型取った。中型、うん、で、メーカーさんの名前あれですけど、うん、ヤマハのジョグ言ってるね、言ってるね。ジョグスポーツエディションみたいなのあったりとか、はいはいはい、ディスクブレーキついてますみたいなやつ、ね、最新だね、最新の、その頃ね、もちろん中古で友達から譲ってもらったみたいな感じから始めて、なので YSR 乗ったりとか、 BWiz 乗ったりとか、だから割とこうレプリカ、当時レプリカって言うんですけど、そうそうそう、でも50 NSR とか、うん、めっちゃ、そうですね、今では本当に見ない、なんかちょっとチャンバーガチャンバー変えて、ジャーちゃんに変えてとか、うん、多分これを見てる視聴者さんとかっていうのは多分同世代の人たちだったら多分理解はすられると思います。うん、とかっていうの乗ったりとかしてて、昔の話としては大樽見峠、うん、長丸峠とか、うんうんうん、当時で走り屋みたいなのをやってたわけですね。だってバリデンの頃だよね。そうですね、そうですね、そうですね、うんうん、バリデンの頃ですね。で、アルバイトをしてたけれども、やっぱお金がないので、まあ、先輩が乗っていた、あ、譲り受けるやつ、譲り受けるやつです。なるほど。それが TDR のオートバイに乗ったりとか、うん、割と名車ですよね、 TDR 名車ですね、うん、でもなんか友達はそのさっき言ったような、うん、膝すったりとか、うん、うわーっとやったりとか、うん、そういう連中の中に、うん、TDR ってオフロードバイクがあったんですよ。そうだね。そこに一緒に行くみたいなのとかやったりとかしてて、まあ、結婚して乗らない事件も一瞬ありましたけれども、はいはい、でもずっとオートバイが好きなので乗り継いできて、今、まあ、今も乗っているような感じ。ただね、あとね、老後みたいな、何歳まで生きれるのみたいなことを考えるときに、今バケットリスト的な話ですか。まあ、でもそれはすごくあります。だ、今 1000cc のこの欧州仕様の、なるほど、137馬力って
今しか乗れねえんじゃねえ、乗れねえんじゃねえのって思ったわけですよ。もう年を取ったら乗れないかもしれないから、どんどんこう、なんていうか、安牌安牌になっていくじゃないですか。もうこれ最後チャンスかなって思って、この今乗ってるオートバイを買ったみたいな感じですよね。うん、でもね、それを乗り始めると、こーちゃん黒セットまだまだいけんじゃない。なんで、まあ PCJ の別版ですけど、一応 PCJ のチャンネルとして、まあ、皆さん自転車乗ってほしいですけどね、まあ一つの遊びとしてはオートバイっていうのもすごく面白いと思います。ここ2週間ぐらい、もう最近の話、超最近の話です。やっぱね、自転車が面白い。だって今日はバイクで出社されましたけど、はい、昨日とかは自転車で、このめちゃめちゃ暑い中で自転車、うん、自宅から横浜までって約35キロあるので往復で70キロ自転車ですよね。地形的なところで言うと、僕東京でも八王子市って山の方に住んでるので、行きは下りなんですよ。なるほど。山側から海側に降りていくから下り基調、なので行きはめっちゃ楽しいわけですよ。なるほど。音楽聴きながら、もちろん骨伝導の説で音楽聴きながら、イヤホンじゃなくて自分の好きな音楽聴いて、こうルンルンで走ってるから、あ、今日仕事、あ、そういえば昨日こんなキーワードだったな、これやろう、あ、なるほどっていう風な、ちょっとモチベーション上がってますよね。モチベーション上がってるわけですよ。帰りです、帰りだね。もうね、音楽が心の友ですね。なるほど。基本的にずっと登ってくわけですから、しかも仕事して疲れてるわけじゃないですか。じゃあってことは、はい、行きは何分、帰りは何分って言ったら、多分行きと帰り時間違いますよね。あ、全然違いますね。ちなみに行きで、まあロードとかでガンガンちょっとこう気持ちも高ぶって、うわーってスピード出しながらっていうと1時間半ぐらい、1時間半、1時間45分ぐらいなところですね。そのお話の中だと、はい、下り気味なルートで走って1時間半ぐらい、はい、そうですね、そうですね。ってことは、はい、帰り、うん、まあ2時間は超えますね。軽く超えますね。すごいね。まああのめっちゃちょっとこうなんだトレーニング的に頑張ろうみたいな時は、まあ2時間切るか切らないかぐらいなことになるんですけど、いや一応なんか気持ちタイムを気にしはしてる、若干ね、別にそこにトレーニングとか思ってないからあれなんですけど、ただ常に仕事って順調ではないわけですよ、はいはい、そうすると帰る時にやっぱりこうあるじゃないですか、かります、そうするとなんか、あ、もうちょっと仕事疲れたからもうちょっと流しながら帰ろうとか、でなんかジャズ聴いたりとか、でも音楽の選曲もあるわけじゃないですか。ありますね。僕が知る限り割とオールジャンル聴きますよ、ね。そうですね、うん、メタルとか基本ベースはメタル、うん、ハードコア、ハードコアパンクとかっていうのはキングが大好きなんですよ。でもジャズもブルースだって、ジャズブルース、あとねクラシックピアノ、あ、なるほど、はすごく好き、ショパンとか、あ、ショパンいいですね、あとベートーベンとかもすごく好きですね。なるほど、うん、ジャズピアニストみたいな部分っていうと、うん、上原ひろみさんとか、あ、はいはい、大西純子さんとかすごく好きですね、はい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 、あ、めちゃめちゃ広いね。だからその時に、まあ、TPO っていうんですか、はいはいはい、に合わせてなんかその時の気分、はいもらいます、はいもらいます、はいもらいます、っていうのは聞き分けてはいます。なるほど、はい、子供の頃からずっと音楽影響を受けた人っている、家族、僕の母方のおじいさんのお姉さんと一緒に住んだんですよ。でその人はあのピアノ教室を実家、うちの実家でやったんですよ。おうおうおう。で、まあ、その人をこう紐をほどくとジャズピアニストとか国立音大とかっていうところに、結構昔の話っす、昭和の、いやもう大正生まれの方だから、ね、1950年代60年代に働いてた仕事が、そうですね、戦後そういうことをやられて、でそれをやめてピアノ教室を始めて、そこに、まあ、大川家が一緒に住むようになったわけですね、うん、なので常に家の中で
ピアノが流れてるような家なんですよ。まあそういう家庭にいるから、まあ、兄貴も僕も、まあ、ピアノを習うわけですよ。まあ、まあ、なんか流れですよね。流れですね。流れですね。っていう時に、いや、じゃあ、はい、今でもピアノはちょっとは両手別々な指が、まあそうですね。違うな。まあそうですね。違うな。あの月光の夏、ベートーベンの月光ぐらいは月光ね。したいですね。したいっていう。したいですね。希望はあります、ね。ただね、まあ、兄貴はその本当に耳コピがすぐできちゃうような、うん、まあ、ずっとじゃあいい感性、そうロックバンドブーム、ああはいはい来ました、ね、まあ、僕らがちょっとこう高校生中学生高校生になった時に、わかります、イカ天的 な、そうそんな兄貴がロックバンドみたいなことをやってたんですね。わかる。そしたら影響されるんです弟としては。わかるっていう時に、同じ年の子たちで考えると、あ全然分かんないね、全然違うのを聞いたんですよ、うん、だって周りだって割と日本のアイドルと普通に聞いてる時代だから、ね、まあ、あのディスるとかじゃないんだけど、なんか爆風スランプとか、なんかそういう歌謡曲っていうか、なんかそういうの邦楽を聞いてるとこで、うん、いきなり僕ジャーマンメタルとかジャーマンメタルをずーっと聞いてたわけですよ。どこがきっかけ。やっぱね、メロディーがかっこいい。でもそれってそのきっかけって要は、うん、この兄弟っていうか、まあそうですね、兄弟間でのその CD の貸し借りみたいな部分だったりとか、その中で自分が借りた CD、 おこれめっちゃかっこいいじゃんみたいなので、うん、アイアンメイデンとかね。ああ、まあそれジャーマンメタルじゃないけど、まあそれはイングランドですけど、ね、なのでそこはもうめっちゃ好きなわけですよ。うん、うん、っていう割となんかこう諭されたっていうか、なんかこうブルース・ブラザーズじゃないけど光を見たみたいな。ああ、まあそうですね、それはあるかもしれない。あで、あ、違う、光を見たのは大庭さんなんですよ。そのメタルをガンガン聴いてる時に、一緒に住んでる大庭さんから、うん、あんた何聴いてんのって言われたわけですよ、うん、その当時はアンスラックスってアメリカのスラッシュメタルのバンドだったんですけど、当時ね、僕スコット・イアンっていうギターに憧れてたんですよ。めちゃめちゃあいつ上手かったから、ね、かっこいい、そうですね、っていうのを渡したんですね。そしたら、まあ、なんて言ったの、なんで否定されると思ったんですけど、これってすごく音楽性があってすごくいい音楽してるねって言われたんですよ。僕は別にミュージシャン聴いてるだけですよ。まあでもある種間違ってないっていう、そう、まあ、あ、なるほどっていうところでさらに掘り下げていくみたいな感じ。あ、なんか旅を今すごくすごく好きで、さっきのオートバイの話も含めて自転車で旅をやってると、なんかね、メタルとかだけではね、もう全然風情に合わないんですよ。なるほど。左右に山があって、国道があって、川が例えば流れてますみたいな、こう田舎の原風景が、こうそんな時はどんな曲がいいですか。石川さゆり最高だね、すごくいい、演歌最高。なるほど、すごい、ジャパニーソウル、うん、すごいね。いいね。あとね、加藤時子さんとか、おもういいね。知床岬とかなんかあるじゃないですか。ありますね、あれ。めっちゃもう、まあ、その風景にバシッってハマるんですよ。なるほど、なるほど。そのなんか旅情感っていうか、やっぱりそれはやっぱ日本人のなんかこうマインドがあるみたいな、DNA 的なやつなんですかね。いや、かもしれない。そっからその邦楽歌謡曲、はいはいはい、っていうところに興味が、うん、興味とか、うん、出てきて、ですから、デスメタルから、デスメタルからスラッシュメタルとかから歌謡曲最高じゃんって今思ってますね。なるほど、うん、なるほど。まあ石川さゆり確かあの津軽海峡冬景色、はい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 、超いい歌ね、あれ最高ね。そういう年じゃないけどね。いや、いい歌だと思うよ。すごいよ。ああ、真面目ですもん、はい。セットです。あざす。あざす。これ何倍目か分かんないですけどね。分かんない。ただね、基本的に、まあ、さっきも話しましたけど、通勤でずーっとその、うん、はいはい、自転車に乗ってるわけですよね。はい、っていう時にやっぱ。まあ、自転車の方も、うん、まあ、確かに悪いなってやつがいるわけですよ、うん、それこそ今ニュースとかになるような、うん、なんか
あのルールを守ってない自転車の人たちっていらっしゃるんですね、はいはい、逆走するとか、ね、逆走するとか、うんうん、せっかくこういう V のこういうちゃんとこう走るルートがこう出てるのにかかわらず逆走するとか、うんうんうんね、ライトつけてねとか、はいはい、信号無視するとか、うん、そういう人を見るわけですよ、うん、確かにそれは悪いですよ、それは良くないですよ。ただその僕オートバイも乗るし自転車も乗ってる時に、うん、まあまあ車の人たちも見てるわけですよ。だって見ないと走れないから、うん、っていう時になんかすごく今ニュース報道とかで、うん、なんか自転車ってなんかすごく悪者みたいなことってなるじゃないですか、うんうん、ルールをちょっとこう逸脱した知らない人たちをちょっとフォーカスされるフォーカスしちゃってる部分であると思うんですね、ありますね、はい、ただ、うん、車の人たち もそうだしオートバイの人もそうだし交通ルールまで言わなくてもちょっとしたマナー、うん、例えばさ、うん、今の車ってすげえブレーキよく効くんですよ、うんうん、で一時停止こっちがこうフューって走ってる時にこっちから車出てくるじゃないですか、ブレーキ超よく効くからヒュッと止まれるんですよ。でもそんな感覚ないからすげえキワキワまで来るわけです車が。めっちゃ危ないのね。とか自転車でこっちは走ってる時にもうキワキワを攻めて抜いてく人たちがいたりとか、なんかさ交通ルールもちろんその法規的な部分ってのはあると思いますけど、それは自転車のその逆走とかももちろんそういう部分になるんですけど、でもそうじゃなくて全員受け入れて自転車もいる、なるほど、俺も車、俺はオートバイみたいな、なんか全員がちゃんとその自分が乗ってるものをわきまえて相手を尊重しつつ、なんか思いやり、うそ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 う思いやりっすよお互いをちゃんと尊重して、うんうん、大きいとか小さいじゃないから、ね、じゃなくてとか、うん、早いとか遅いとかじゃないからね。そう、ただなんかニュース報道で自転車悪者みたいな、相手を思いやった中での意思疎通、なるほどね。これを動画を見てる人、自転車乗る人たちがいらっしゃるからあれなんですけど、いやもう本当多分自転車乗る人だけ人しか見てないかもしれない、っていうかね、本当に、まあ、僕も自転車好き、いろんな自転車が好きですけど、やっぱ小径車、おー、面白い。別版3。3じゃない、その3。その3、その3。でも別版だほら、また言う、また言う、また言う、話を続けようとしてる感じ。いいよいいよ、まあこれでいいんじゃないですか。別版3、いいと思う。そうですね、さっきのあの別版2もなんかさで終わってましたけど、で違う感じの終わりも欲しいね。はい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 は